皆さんこんにちは。今日はちょっと報告することがありまして、なんとナオキマン流行りに乗って TikTok、YouTube ショーツを始めることになりました。プリ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 。基本的に TikTok などでは YouTube や対談の切り抜きメインで、またね、動画にするほどじゃないけど時事ネタとか面白いネタを投稿するかと思います。 YouTube ショートとかも YouTube とかで公開されていない対談の切り抜きや短めのネタになります。サクッと見たい方や情報収集したい方は、ぜひね、概要欄にリンク貼っとくのでチェックしてみてください。そしてサロンの中身がね、どうなってるのっていうね、声がたくさんあったので、軽くハイライト的に説明すると、最近ではイーロン・マスクにより暴露されたツイッターファイル、ツイッター内部のね、印象操作であったり、の暴露、そして対談動画では沖縄ユタさんの末裔によるスピリチュアルトークやムーンショットやソサイティ 5.0 といった日本のぶっ飛んだね政策などを研究している海外調査コンサルタントによる裏話などを公開しました。気になる方はチェックしてみてください。前回のアミ小さな宇宙人の話がだいぶ大好評で、みんな大好きですよね。やっぱこういった話、ぜひね、もっともっとやってくれという声が多かったので、今回はなんとアミの続編になります。こちらもかなり面白いんですよ、これが。なのでまだアミ1をチェックしてない方はぜひあちらを、ね、見てからこちらの動画を見てください。パート1の最後で少年ペドロは宇宙人アミに、もう一度彼に会いたいならこの体験を一冊の本にするようにと言われます。そしてその物語は全ておとぎ話として書くようにとも言われます。なぜならこれが本当にあった出来事かのように書いたら、大人たちがみんなバカげて本だと笑い物にするからだと言うんですね。なのでペドロは、まあ、本の中をね、これは全てみんな僕の勝手な空想であり単なるおとぎ話に過ぎませんって綴って、いとこのビクトルの力を借りてこのアミ小さな宇宙人が出来上がったんですね。まあペドロはね、これを体験したから全部知ってるじゃないですか。アミはペドロにオフィルという美しい惑星に連れて行き、愛がね、宇宙の基本法であるということ、すべての人がこれを理解できれば地球人も戦争など対立をすることなく生きてられるということを教えてくれました。この基本法を理解していないと地球の自滅は避けられないと。まあペドロはね、これを体験したからわかりますけど、ビクトルはちょっと疑っちゃうんですね。いやお前ペドロ、これ本当かみたいな、証拠あんのかって。ただペドロよく考えたら、やべ、証拠ないかもしれないって。そこでアミが書いた時、温泉場にいたたくさんの人たちが UFO を目撃したということを思い出しました。そうだ、これが証拠になる。でもビクトルは正体不明な光なんて空飛ぶ円盤だとは限らないし、何の証拠にもなっていないと、あれは絶対全てペドロの空想、夢だと断言するんです。そこからペドロはアミの存在を疑うようになります。ビクトルが言うように、あれは全て夢だったとしたら、確かに自分一人しか体験してないし、夢の可能性はある。まあそういう時あるよね。他人に言われて自分自身が信じていたのに、どんどんその自信がなくなっていって、あれあれってもしかして本当なのかな、これって違うんじゃねっていう体験。そこでペドロは思い出します。アミと出会った海岸の岩に刻まれているハートマークのこと、あのアミの宇宙服にも描かれていた円に囲まれた羽の生えたハートマーク。そこでペドロはビクトルを説得して、あの海岸にね、証拠があるから連れてってくれって言うんですね。2時間かけてそこの海岸に向かうんですね。海岸にたどり着いたんですけど、もう辺りは暗く、ビクトルが危ない危ないって叫ぶもんだから、2人は砂浜にテントを張って明日の朝まで待つことにします。でもペドロはもうすぐそこまで来てるのにって諦めきれず、ビクトルが寝ている間に岩場にハートのマークを探しに行くことにします。大人ってのは全てのことを恐ろしく困難に、単純なことをとても複雑に考えるという信じられないほど変な美点があると愚痴りながら登っていると、いやどんな愚痴だよ、そんな愚痴子供が言いませんよね。ただなんとそこにハートマークがないんです。あれはみんな僕の空想だったんだとつぶやくと、僕は夢じゃないよと懐かしい声がしたんです。そう、アミが戻ってきたんです。アミは空想じゃなかったんですね。約束通りペドロの元へとね、戻ってきて、そしてね、またいつものようにペドロの考えてることをテレパシーでキャッチして、疑惑をはっきりさせるためにここに来たんだろうとペドロに問います。僕が書いてしまったらまた疑い始めるんじゃないのと。確かにペドロはアミと実際に会ったという体験をしていたのに、彼の存在を疑っていました。アミによるとその理由は、頭脳には色々異なったレベルがあって、時によりあるレベルから別のレベルへと接続は変わるんだが、もし低いレベルにいるとすれば、高いレベルとは繋がれないと、たとえ以前は知っていたとしても疑い出すからと。なんかわかる気がしますよね。いい例が出てこないけど、自分の周りにね、自分の考えを肯定してくれる人がいなかったら、自然とね、その考えを奥底にしまっちゃう感じ。結局人間ね、自分が信じたいものを見てるということですよね。そしてアミはペドロを銀河系の散歩に連れて行ってあげます。宇宙船は視界不可能な状態で上空にあったようで、アミが小さな機械を取り出すと、二人の体が空中に浮き上がり、気づいたら二人は円盤の中の
の小部屋に立っていました。アミはペドロに会わせたい人がいるっていうんですね。ただペドロはまあ2人きりでね旅をするかともワクワクしていたから、いやちょっとがっかりになっちゃって、まあ、そういう時もある。そこにはほぼ人間の容姿をした色白で痩せていて耳の先がピンととんがった紫色の瞳をした女の子が立っていました。この子はビンカというらしく、少し不愛想で地球と同じぐらい遅れた世界から来た子だというんです。2人は翻訳機で会話をします。彼女はキアという星から来たらしく、年齢はなんと245歳。その理由は地球が太陽を一回りする間にキアはキアの太陽を20回回るらしく、なのでまあ一応2人は同じぐらいの年齢ではあるんですね、おそらく。そしたらアミがね2人に銀河系のダンスを見に行こうって言うんです。宇宙船の窓の外を見ると、そこには様々な色の光を放つ星の集団が螺旋状になり、七色の光を放つ煙の渦巻きのようにゆっくりと動いてました。その眩しい光の線が長く伸びると渦を描きながら天空に吸い込まれるように消え、まるで生きてるかのように螺旋状のものはどんどん大きくなっていき、その中に点在する星たちは花火のようにパッと炸裂しては散って消えていきました。我々は今銀河系天の川の動きを見ているんだ。そして次にアミはこの動きを放つ音を聞かせてくれます。それは高音と低音が混じり合うようなうねるような音、口笛のような音、そして激しい雷鳴も、これらの音が感動的なハーモニーを奏で、まるで銀河系のコンサートを聴いているようでした。アミが宇宙船のボタンを押して銀河系をスピードアップさせ、星の集団はどんどん広がっていきました。ペドロは銀河系がまるではっきりと意識を持った一つの生命体のように見え、まるで巨大な人手が自分の奏でる音楽に合わせてキラキラ光る触手を広げて踊っているかのように、我々は神の視点にかなり近いところにいる。でも神は我々のように外から眺めるのではなく、同時に全ての銀河系を踊りながら楽しんでいると説明するんですね。銀河系はそれ自体が一つの生命体であって、我々はその極めて小さなミクロ的な部分であるため、銀河系は我々より限りなく高い意識を持っていて、はるかにインテリな存在であると。まあなんか知らぬ間にマウント取られたけど、言いたいことわかる気がする。まあ神はね、その全ての存在であるから、同時に楽しみながらもちょっと高いところから見ている的な。3人が乗った円盤はビンカの故郷キア星に向かうんですね。地球と同じぐらいの進化度合いなんです。気になるよね、どんな見た目をしているのか。キア星に着くまでペドロはアミが以前話した光に慣れていない人にはたくさんの光を見せるのは良くないというアミの発言が気になっていたんですね。アミは以前、いつも闇の中にいる人にたくさんの光を見せるのは決していいことじゃない、目がくらんでしまって眩しくて何も見えなくなってしまうから、またその反対も同様だと教えてくれたんです。これは人の内面の闇の部分にも適用されるというんです。するとアミが醜い幸せ者の小さな人の話をします。それまで一度も鏡を見たことがなかったが、初めて鏡を見た時から悲劇が始まった。なぜだと思います？アミはこのように説明するんですね。人間にはエゴという自分の中の醜い部分があり、それを支えて縛りついている根、つまり自分の本質的な欠点があると。その根はまさに木の根っこのように土に埋まっていて、自分で見つけるのは難しい。でも他人の方がずっと見つけやすいので、それを他人から知らされると、我々のかわいそうなエゴはその支えを失って死ぬほどショックを受ける。ペドロは不思議に思うんですね。いや、その醜いエゴがなくなったら、普通だったら幸せになるんじゃないのって。アミが言うには、ある程度までの水準の人生においてエゴは一種の救命具のような保護的な役目をしていて、もっと上の水準に進歩したければ、その重い救命具、エゴをですね、一緒に持っていくことはできないんだというんです。今のこの世界ではエゴという救命具が必要だけど、愛の方で乗っ取って生きることを学べば、その次の次元に行けて、そこではエゴというものを手放すことになると。ちょっと難しい表現だけど、この今の世界ではエゴが必要だというんですね。なきゃその生きたい欲、サバイバル生きたい欲がなくなっちゃうじゃないですか。そしたら僕たち生きていけないので、今は必要なんですね。ただ次の次元に行くためには、そのエゴを解放する必要があるということなんです。ある種だから悟りみたいなもんなんでしょうね。あとはこの鏡の法則にも似てますよね。これって人間の現実は心の中を映し出す鏡であるという法則、他人の好きな箇所も嫌いな箇所も全て他人という鏡を通して見る自分自身のいい箇所、嫌な箇所であるということ、これは心理学的には投影ということで、自分のある衝動や資質
を認めたくない時、自分自身を守るための防衛機能としてそれを認める代わりに他人にその悪い面を押し付けてしまうっていう心の動きで、これを理解するだけでも人間関係うまくいきそうですよね。友達 A のこんなところが嫌いと思った人も、実はそれは友達 A の悪い面ではなく自分の中にある悪い面だったのかもしれない。このようにいるのはね、すべて自分っていうセカンドチャンネルにアップした動画を見たら分かりやすいかもしれないです。すると突然宇宙船の操縦板から警報が鳴り、アミが地球で地震が近づいていると教えてくれます。その地球の振動をね、減少させるために一度地球に戻る必要があるっていうんですね。なんとアミ曰く、宇宙信仰という仲間たちがみんな円盤でね、地球に向かってこの地球を地震から守る仕事をしてるっていうんですね。実はアミの本を書いていたのはペドロだけでなく、ビンカも書いていたんです。それが彼らの使命だと。その理由が、近い未来君たちの惑星にはいくつもの大変なことが起こり始める。地質や気象、生物界の大きな変化、そして大異変と疫病、さらに数百万人の人たちが感染して苦しむ新しい病気が生まれる。まさに今コロナパンデミックだったり、ポールシフトや太陽フレアなど、まだまだね、我々が気づいていない問題点とかがありそうですよね。その問題が起こることについては原因があると。まず第一は、科学が自然破壊を引き起こす方向に使われていて、それがとても大きなアンバランスを生み出している。さらには人々の発するマイナスの脳波が地球全体の心理的エネルギー層にとても危険な状態で蓄積されていること。第二の要因は、惑星の自然な進化発展によるもので、人間には直接関係していないという要因。要するに地球には自然の進化スピードというものがあるんですけど、これはね、人々のエゴや思想によって早められていて、この著しい科学の進化が逆に暴力的、破壊的な方向にも使われていると。そしてアミはこのように教えてくれるんです。この最後の試練を乗り越えられなければ、このまま変わらなければ、それは終末を意味している。でも全て神の望むように生きるようになれば、それは本当の天国の始まりになる。なのでペドロとビンカの使命は、その各々のね、世界が消滅しないように、そしてね、より進歩したいい世界をね、作るように尽くすことだったんですね。まあ、ある意味その本をね、俺もこうやって動画にしてみんなに伝えてるから、このメッセージは伝わってるかもしれないですね。アミ曰く、より進歩した世界づくりのための道筋はもう進んでいるので、もうすぐ起こることがきっかけに、このまま進んでいってはいけないと理解する人が増えること、そして大多数の人々が良い方向に変わるように願っているということ、そのためにペドロやビンカのような伝道師が数万とすでにいるということが大切だと。3人はその地震が近づいている地球に到着すると、水中に潜水します。そして地底に停泊している巨大な宇宙船を目撃します。その宇宙船は地球救済計画の大型母船で、通常は宇宙空間で活動しているけど、今は特別な任務のため海底にいるということで、その母船にいる救済計画を指揮している司令官に会いに行きます。アミたちの宇宙船はその母船の中に入っていってね、その司令官に迎え入れられるんですね。その司令官は明らかに地球人ではないが、落ち着いた雰囲気の男性で、善意に満ち溢れた歴史上の偉大な人物たちを想起させました。アミは彼のメッセージをね、それぞれの世界に持ち帰るように、彼の言うことは非常に大切だよって言うんですね。地球は宇宙進化計画の中に組み込まれていて、とても重大な深刻な変化が近づいているということを知らなければならない。地球救済計画の者たちはこの変化によって引き起こされるネガティブな衝撃をなるべく避けられるように働いている。でもそれ以外は地球人自身で行わなければならない。そしてそのためには、宇宙の生命を動かし導いているのは全て愛であるということを理解しなくてはならない。救済計画のメンバーは地球の人々に導きのインスピレーションをメッセージとして、時には文学作品や音楽、映画として与えている。アミはそれに対して、君たちは宇宙の兄弟とバラバラでいるわけにはいかないということだと補足します。宇宙の兄弟ってなんか素敵な表現ですよね。するとキャプテンという人が現れて、そのキャプテン今まさにその地球に訪れている地震を抑えてるんですって。でそれを彼らは見学してて、なんとそのキャプテンたちは大陸プレートのぶつかり合う危険性の高い地点に向かってトンネルのようなものを作り、地震による振動を小さくするための作業を行っていたんです。彼らはまさに震源地にいたんです。そして地震が発生すると、モニタールームで倒れた電柱や家から逃げ出している地上の人たちが見えました。キャプテンによると、まだまだたくさんのエネルギーが溜まっているが、小さな地震を何ヶ月にもわたって発生させることで、少しずつエネルギー放出作業をしていたんです。ガス抜きみたいなことは必要って言いますよね、その大きなね、地震を避けるために。まあ、自然発生だと思っていたんですけど、まさかこれね、宇宙人がねやっていてくれたとは、もう素直にコップンカーですわ。もうこれは素直に感謝ですね。これに対してのね、別の都市伝説聞いたことがあるので、まあそのうち機会があったら話しますね。救済計画を目の当たりにした3人は、ようやっとそのビンカの星、キア星に向かうことになり
ります。とその前に、今回もこの動画をね実現させてくれているのはスポンサーさんのエクスプレス VPN。 もし誰かが毎日みんなのことを監視していたり、やることすべてメモ取られていたりしたら気持ち悪いですよね。まあこれは陰謀論ではなく現実で行われていることです。光ファイバーなどのプロバイダーはオンライン上であなたが何をしているのかすべて見れます。本当に全部です。みんながクリックしたサイトやシークレットモードで入ったエロサイトも全部バレバレです。そしてそのサイトに何分滞在していたのか見えてしまいます。そこでエクスプレス VPN が重要になってきます。エクスプレス VPN はネット上に暗号化されたサーバーを構築して、その仮想サーバーを通ることでトラフィックを 100% を経路変更してくれるから、プライベートのままネットにアクセスすることができるんです。このようにアプリで国を選択するだけで簡単に接続できちゃいます。しかも世界各国に置かれている仮想サーバーを経由してオンライン上のロケーションを変更することができるので、特定の国でしか閲覧できないようなサイト、例えば BBC iPlayer はイギリスでしか視聴できないんですけど、 Express VPN を使ってサーバーをイギリスに変更するとこんな感じで見れるようになります。その他の動画配信サービスで日本では見れない何千もの映画とかにアクセスすることもできます。 Express VPN はテックレーダーや CNET などの大手ねレビューサイトでも1位を獲得している VPN でもあるんです。僕のリンクから3ヶ月無料キャンペーンを実施中なので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。話を戻すと、キヤ星に向かっている最中、そこでアミが宙に浮いたようなスローモーションのような不思議な跳躍をしたんです。ペドロがそれはどうやってやるのって聞くと、やり遂げたいって熱望するんだよ、できるんだって実感することだよ、欲するということは一つの愛の形だし、愛は宇宙の最大の力だからね。まあ引き寄せの法則みたいなもんですかね。まあアミの場合はおそらく瞬時にそれが実現されるんだろうけど。そしてアミはその場で空中に浮かび始め、そのまま二人の前まで移動しました。二人がどうしてもやってみたいとアミにお願いすると、アミはもっと先になったら、でもその前にまず野獣のような殺し合いをやめなくちゃならない、富んだ国と貧しい国がある間は平和はありえない、たった一つでも国境がある間は、そして宗教に違いがある間は平和にはならない。そして彼らは敏感の故郷キヤ星にたどり着きました。そこはまるで地球のような風景の星で、ペドロはもっとザ宇宙人みたいなね惑星を期待していたので少しがっかりします。アミによると、同じような進化過程にある世界はほとんど似ているんだとか。そもそもなんで3人がこのキヤ星に向かったのか、どうやってね愛を手に入れられるか、そのね教えてくれる人に会うためだったんですね。するとスクリーンに一人のユリースに座った年配の男性を映し出しました。男性は薄いピンク色の髪とヒゲで灰色のマントを着ていたので、古代の予言者みたいな見た目をしていました。彼の隣には犬みたいな動物が寝ていて、顔は猫みたいだけど首はダチョウのように長く、体にはたくさんの毛が生えていたり、周りにも地球にはいないような奇妙な動物が数々いました。アミは二人にその老人がとても大切なことを教えてくれると伝えます。そこでビンカはきっとすごい賢者に違いないと期待するんですけど、アミはそこでいやこれ普通の人だよって説明するんですね。まあ、その理由としては、学びというものは段階的に行わないと意味がなくて、すぐ上の段階にいる人からじゃないと手助けができないからだと。そして最終的には、みんな太陽系の中で一番進化した魂たち、太陽の死からインスピレーションを受けて周りを照らすことになる。この太陽の死は神ではないので人間の形をしていて、その上には銀河系の霊的な長がいて、さらにその上にはこの宇宙の全ての銀河系を統治している精神がいて、そしてその上には4次元を統治、その上には5次元を統治。いや気が遠くなるわ。もう俺たちのその精神って魂だいぶ鍛えなきゃいけないんだね。そして彼らはやっとキヤ星に降り立ったんですけど、キヤは地球とは違う独特な匂いがあって、老人クラトの隣で寝ていた犬みたいな動物はブゴという動物だとビンカが教えてくれました。そこに空飛ぶ両生類のような奇妙な動物が飛んできて、これはガラボロという動物だと教えてくれました。するとビンカが、ガラボロはとっても美味しくて、ももを焼いたり翼のスープはとっても美味しいっていうので、するとペドロが、こんなにもね可愛い動物を食べるなんてお前やばいやなっつってビンカに幻滅するんですね。いや俺は絶対このガラボロ食べないわって宣言するんです。これに対してアミはブラボー、そう来なくちゃペドロと喜び、ペドロはもっと別のものを食べるんだよね、あの地球のとっても可愛くてビンカがペットとして連れて帰りたいって言った動物をとね。今度はこれに対してビンカが、あれとっても可愛かった、なんていう動物でしたっけ。アミが、子羊だよ、実はあれペドロの大好物なんだ
って言うんです。ビンカは驚いて、今度はペドロのことをね、罪人かのような目で見るんですね。そしたらね、アミは笑いながら2人に説明します。これは他人の間違いを傍から見た時に起こることだよ。同じ間違いを犯しておきながらお互いを激しく非難し合ってる。結局2人は恥ずかしい気持ちになり仲直りをします。会話をしているとアミが急にテリが近づいていると言って、2人に隠れるように指示します。遠くからエンジン音が近づいてきて、その椅子は鉄格子に囲まれた金属製の箱のような乗り物で、ひどい騒音と排気ガスを撒き散らしていました。その車が小屋の近くで止まり、なんと中から4人肥満した毛むくじゃらなゴリラのような者たちが降りてきました。と、今日はねこの辺にしたいと思います。このアミね、非常に長いので2つのパート2パートに分けて紹介しますね。この気安いにいるテリとは何者なのか、クラフトが教える愛とは、そしてアミの真の正体とは、気になりますよね。めちゃくちゃ気になりますよね。このアミね、本当に勉強させられることがあって、もちろんこれは本当にあったかもわからないファンタジーフィクションかもしれないけど、その宇宙生命体からこの地球人を見たら、なんかいろんなことを学ばさせられますよね。はい、皆さんの意見も聞かせてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。